今回は、久しぶりに、自分の車の動画を撮ります。スバルの車といえば、雪道に強いというイメージがあります。YouTube などを見ていると、海外で、スタックしてしまった、大型のトレーラーなどを牽引し、脱出させるスバル車の動画がたくさん上がっているため、スバル車イコール、雪道や、凍結路面では最強というイメージを持っている人も多いことでしょう。そこで今回は、WRX、STI のオーナーであり、かつ、積雪の多い地域に住んでいる、この私が、実際のところ、どうなのかということについて、お話ししていこうと思います。まずは、雪道を、愛車で走行している映像をお見せしますので、こんな感じで走るのだなということを、なんとなく見てもらえればと思います。この日のうちに、同じ区間を何往復かしていたため、事前に、路面状況を完全に把握しきっていたので、普段よりも、ちょっとスピードが速めです。何が言いたいかというと、いくらスバルの車に乗っているからといって、すべての路面状況に対応できるわけではありません。雪道にも色々な種類があって、こういった、圧雪の状態であれば、まだ危険度は小さいのですが、ハンドルが取られるシャーベットや、一切の制御が効かなくなる濡れた凍結路面など、常に先を読みながら、状況に応じて、車をコントロールする必要があります。ただ、そうは言っても、天候が悪くなればなるほど、路面状況が悪化すればするほど、スバルの車に乗っていて、良かったと思うことが多いです。基本的に、シャシーが強靭である上に、よく設置する足回りを備えているので、絶対的なグリップ力について言えば、今売られている車の平均値よりは、確実に大きいです。コーナーに進入する際、ちょっとスピードが速すぎたかなと思った時も、冷静にアクセルを緩めてあげると、車が荷重変化を起こし、クイッと鼻先を曲げてくれます。慣れていないと、アクセルを戻したことをきっかけに、ちょっと、オーバーステア気味になってしまうこともありますが、電子制御も優秀なので、少しドキッとする程度で済むと思います。センターでフをオートにしていると、基本的にトルク配分がリア寄りになるので、コーナーから脱出するときは、これまたオーバー傾向を示すことが多いのですが、電子制御に身を委ねている限りは、問題ありません。特に設定を変えていないと、ドライ路面の場合、基本的にはアンダー傾向が強い車なので、路面の摩擦係数が低い場合との違いに、ちょっと驚きますが、いざという時に、車がちゃんと、向きを変えてくれることに、重点を置いたのかなとも思います。トラクション性能についても、それなりに優秀だと思います。凍結や、圧雪路面で信号が変わった瞬間のダッシュでは、ほぼ確実に、隣に並んだ車に、負けることはありません。ただ、これも、リアよりのトルク配分のためか、調子に乗って加速していると、お尻がググッと出てしまうことがあります。トラクションコントロールを切っていなければ、そのまま破綻してしまうことはないのですが、現代の車にしては、ターボラグが大きいということもあって、繊細なアクセルのコントロールは難しく、四輪駆動車にしては、
加速時のアクセルワークに気を使います。ブレーキ性能については、正直、他の車と、そこまで差はないような気がします。もちろん、太いタイヤを履いていますから、その分、摩擦が増えているわけですが、それ以上の効果のようなものは感じられず、あくまで、タイヤの性能に依存しているような雰囲気です。濡れた凍結路面で、さらに下り坂だったりすると、もう、にっちもさっちも行きませんので、そういった場所が出現した際は、ノロノロと走る以外に、選択肢はなくなります。こればっかりは、四輪駆動だとか、電子制御だとか、そんなものはそれほど関係ありません。ブレーキが効かなくなってしまったら、前の車にぶつかるだけですので、結局のところ、いくらスバルの車だからといって、雪道を、べらぼうなスピードで走ることはできないのです。ただ、積雪やシャーベットなど、走行抵抗が大きいシチュエーションでは、シンメトリカル AWD のおかげで、前輪がしっかりと地面を踏みしめながら、張っていく感覚があり、直進安定性が高く、安心感があります。タイヤが太く、また、旧来の、油圧式パワーステアリングを採用しているためか、輪立ちなどで、ハンドルを取られやすい印象もありますが、それでもめげずにハンドルを固定していると、ずしずしと、恐竜のように足を進めていく、たくましさを感じます。おそらくですが、スバルの車が、雪国で支持されているのは、この辺りにあるのでしょう。大半の車は、雪をかき分けて進んでいくというフィーリングがある一方、あくまで感覚的な話ですが、スバル車は全体的に、雪を踏みつぶし、蹴散らしながら走っていく爽快感があります。この車を所有しておいて、何なんだよと思われるかもしれませんが、私は、別に雪国に住んでいるからといって、絶対に、四輪駆動に乗らなければならないとは思っていません。一口に雪国といっても、雪が降る時期の長さや、降雪量、雪質だって、日本国内だけでも、地域によって全く異なっていますし、私の地元程度であれば、四輪駆動を選択することによって、乗り心地やハンドリング、あるいは燃費が犠牲になるような車種であれば、わざわざ、そちらを選択しなくても良いと思います。二輪駆動でも、最近の優秀なスタッドレスタイヤや、タイヤチェーンを装着していれば、なんとかなります。まして、スバルのシンメトリカル AWD じゃなければ走れないなんてシチュエーションは、ほとんどないですが、逆に、私が以前所有していた、インプレッサでは、雪に埋もれて、スタックしてしまったことがあり、いくらスバルでもダメな時はダメです。ただ、雪がどんどん降り積もっていく中をスバルの車で走っている時の安心感は、他の車では得られないレベルのものがあります。低重心で、左右対称の、シンメトリカル AWD という構造は、かつてラリーを制覇したように、アクロでも、絶妙なバランスを見せてくれます。天候や路面の条件が悪くなればなるほど、この車が、ラリーカーの末裔であるということを、思い出させてくれるのです。